はい、おはようございます。先週のメッセージの簡単な復習をしたいと思いますけど、覚えていらっしゃいますか？今ここにこう映されているのは、ですね、モラビア兄弟団というジョン・ウェスレー、18世紀の、ね、リバイバリストに大きな影響を与えたモラビア兄弟団のロゴマークです。ここに書かれていることは覚えていらっしゃいますか？Our Lamb has conquered. Let us follow him. 英語ではね、我らの子羊は勝利された。 Conquered っていうのはどちらかというと征服したに近いんだけど、我らの子羊は勝利された、我らは彼に従おう。ここを皆さんと一緒に復唱しましたよね。今日もですね、とてもいい標語ですのでですね、朝一番皆さんと一緒にこれを復唱したいと思います。よろしいでしょうか。私が最初に言いますね。我らの子羊は勝利された。我らは彼らに従おう。最初に、我らの子羊は勝利された。我らは彼らに従おう。お隣の方にですね、勝利されたイエス様に従っていきましょうとご挨拶してください。何人かの方に、したアーメン、従っていきます。従っていきましょう。アーメン、従っていきます。勝利されたイエス様に従っていきましょう。勝利されたイエス様に従っていきましょう。従っていきましょう。イエス様は勝利されたわけですから、その勝利されたイエス様に私たちはですね、ついていくんですね。これほどこう頼もしいことはないと思います。先週の御言葉は、キリストの花嫁というところからですね、エペソの5章の25節27節ここから一緒に学びました。ここもご一緒に、ちょっと長いですけれども、聖書を開かれる方は、一緒にでちょっと開いてみてくれますか。前のプロジェクターを見ても構いません。よろしいですか。はい、じゃあゆっくりご一緒に。夫たちをキリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。教会は一つですね。それからキリストの花嫁、私たち一人一人は、キリストの花嫁というよりは教会がキリストの花嫁であって、私たちはその細胞というか一部分である、そういったお話をしました。そしてこの清めというのは、ですね、恵みによって私たちは清いと宣言されている。そしてなおかつさらにですね、聖霊の滝によって私たちは清いものとされていくと、そういう、学びを一緒にしました。はい、ずっと教会について、一緒に考えてきているわけですけど、今日はですね、教会と神の国というテーマで一緒に学んでいきたいと思います。副題としてですね、教会は神の国の大使館です。そういう、テーマでお話ししていきたいと思います。でこの、神の国、あるいはですね、御国、天の御国とも語られていますけれども、新約聖書の中では、まずですね、神の国が70回、ほど使われていますね。でそのうちの32回は、ね、ルカの福音書の中で使われています。繰り返し繰り返し、神の国、なぜならばイエスはもちろん福音を語られたんだけれども、神の国のことを語られた、神の国のことを例えで繰り返し繰り返し、語られたわけですね。復活されてからも 40日の間、イエス様は神の国のことについて、教えられたというふうに書かれていますね。イエス様の教えの中心は神の国でありました。それから、天の御国という言われ方もしていますけれども、これも新約聖書の中で64回使われてますね。で新約聖書の福音を、理解する上でのキーワードになってきます。御国、これは64回新約聖書の中で使われていて、そのうちですね、マタイの福音書で45回、使われて、います。で福音っていうのは簡単に言うと、
伊作さん、どういう意味ですか？福音っていうのは、良いニュース、良いニュースですね。良い知らせというのが福音なんですね。皆さんはマラソン、世界陸上のマラソンをご覧になりましたか？見ましたか？あんまり手間見ましたか？日本は、まあ、残念ながらというか頑張って、かつてはね、マラソン王国であったわけですけども、今男子も女子もあまり振るわないで、男子が5位入賞が最高だったかな。さて、このマラソンの起源となっている、のがですね、史実があるわけですけれども、紀元前450年9月12日にですね、ギリシャと、大国ペルシャの間でですね、戦争がありました。でペルシャはその時はですね、もう破竹の勢いで、当時の世界を次から次に国が征服していったわけですけれども、ギリシャも文明国でありましたけれども、ギリシャっていうのは小国の集まりだったんですね、連合軍だった。で、この大軍が、マラトンというですね、海岸に地域に、何艘もの、軍艦を持ってですね、占領して攻めてきたんですね。でその時にその、一報を受けて、ギリシャの、主要都市であるアテナイと、それに、ついていったいくつかの連合軍が迎え撃った。しかしながらペルシャ軍の方が圧倒的にも、ギリシャ軍に対してですね、軍備の面でも数の上でも、凌駕してたんですね。しかしその時に、アテナイの名将、ちょっと名前がですね、これミルティアデスというんですか、ミルティアデスと将軍がいて、奇策を持ってその大軍を、打ち負かしてしまったんですね。ペルシャ軍の6000人近い戦車に対して、ギリシャ軍の方は160名ほどの戦車を積んだという記録が残っています。その時に当時は通信網が発達していませんでしたので、この将軍が、一人の兵士、諸説があるんですけれども、フィリピディスという兵士にですね、この一報をアテナイのに帰って伝えてくれと伝える必要があったんですね。なぜならば勝ったか負けたかによって、アテナイはこれから大軍、さらに軍隊を送るか、さら待つべきかという大きな決断をしなきゃいけなかった。で負けたのにじっとしていたらば、さらに、大変なことになってしまうわけですからね。ですからこの一命を受けたフィリピディスはですね、完全武装でのまま必死でこうアテナイに走っていったわけですね。その距離が 42.195キロと言われております。で、彼がですね、アテナイの指導者のところにやっとの思いでたどり着いて、発した一言が我ら勝てりっていう言葉だったんですね。我ら勝てり。そして彼はそこで、絶命してしまうんですね。でマラソンの起源、それがマラソン、どこまでが本当か分かりませんけれども、それが、まあ、マラソンの起源と言われて、おります。でこの時の知らせ、この時の知らせのことを、良い知らせ、勝利した、戦争に勝ったんだという良い知らせ、この知らせがギリシャ語でエヴァンゲリオン、福音なんですね。で福音というのは確かに良い知らせではあるんだけれども、勝利の知らせでも、あったわけです。はい、福音とは良い知らせです。ギリシャ語では覚えなくてもいいですが、エヴァンゲリオン、アニメでエヴァンゲリオンっていうのがありますけど、あれもどういうわけかここから来てるらしいですね。良き知らせであり、なおかつ、福音とは勝利の知らせでありました。先ほどのフィリピディスは我ら勝てりというふうにね、伝えたんですけれども、新約聖書の中でですね、イエスさんこうおっしゃってたでしょ、私はすでにより勝ったんです。これもイエス様の語られた勝利のまだ十字架にかかる前でしたね。しかしながら、私はすでにより勝ったんですというふうにイエス様は宣言された。御言葉をちょっと開いてその箇所を読んでみましょうか。
ヨハネの福音書の16章の33節。開かれましたか？いいですか？じゃあご一緒に読みましょう。1、2、3。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。このですね、勇敢でありなさいという言葉だけれども、この勇敢でありなさいという言葉の中には、しっかりしなさいとか、それから勇気を出しなさいとか、それから心配しないでいいんだよという、そういう意味が込められているそうです。ある調査によるとですね、疲れてる時に言われて一番嫌な言葉の、言葉の中にですね、頑張れっていう言葉が、ね、あるそうですね。頑張れっていう言葉が疲れてる時に言われると一番嫌な言葉の何番目か忘れちゃいましたけれども、あるそうです。イエス様は私たちに向かって頑張れとは言ってないんですね。自力でやれとは言ってないんですね。イエス様は私が勝ったんだから、私が道を開いたんだから、私があなた方の罪を清算したんだから、私があなたを解放したんだから、私が悪魔に打ち勝ったんだから、だからしっかりしなさい、だから勇気を出しなさい、だから心配しないんでいいんだよというふうに語りかかられている。ですので、私たちはもちろんね、ある意味ではこう一生懸命、頑張っていかなければいけないけれども、それはイエス様に信頼してですね、イエス様の家に、従っていくのであって、イエス様の家に、勝利の、行進の後についていくのであるわけですね。イエス様に、イエス様が道を開いてくださって、イエス様がいらっしゃるから、私たちはしっかり立つことができる、私たちは勇気を出すことができる、私たちは心配しないで不安を委ねることができるわけです。イエス様は勝利された。で、私たちに対してはどう語られているか、第一ヨハネの5章の4節から5節、ちょっと急いでちょっと開いていただけますか。勝利されたイエス様についていく私たちはどのように語られているか、第一ヨハネの5章の4節から5節、開かれましたか？はい。これもちょっとゆっくり一緒に読みましょう。 1、2、3。 なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう？イエスを神の御子と信じるものではありませんか？私たちはですね、イエス様が勝利された勝利をですね、共有することができるんですね。私たちに力がなかったとしてですね、自力で私たちは解決できる問題もあるかもしれないけれども、解決できない問題とはたくさんありますよね。でもそんな中にあってもイエス様は、勇気を出しなさい、しっかりしなさい、心配してはいけないよ、私が勝利したからというふうに私たちのことを励まして、くれるわけです。さて、ここがどこだか分かる人はまずいないと思いますけれども、どこでしょうか。これはですね、ロシアのロシア大使館の領事部の入り口なんですね。で、今週の火曜日からサハリンの、ミニストリートリップに、まあ、教会に招かれていくわけですけれども、まあ、ロシア行く場合は必ずビザが必要なんです。で、初めてロシア大使館の、にこう訪れたわけですが、入り口がこんなところなんですね。入り口がこんなところで、鉄格子があって、まあ、時間の時にも何時から何時の午前中だけ空いてるんですが、そこをギギギッと開けてですね、入っていくわけですね。で、大使館というのは日本の国の中にもあるわけですけれども、このひとたびこの敷居をくぐってですね、扉を開けてその中に入ると、それはロシア領と同じですね。日本の法律は通用しないですね。ロシア政府が管轄していて、治外法権ですね、ロシアの
で、まあ、日本からロシアに亡命する人はあまりいないと思いますけど、この前アメリカから亡命した人はいましたけれども、その中に入ってしまえば、ロシア政府の、日本政府の権限ではなくて、ロシア政府の、支配のもとに自動的にこう置かれてしまうわけです。でロシア大使館ということもあって、周りにはですね、こういうミニ交番みたいなのがあちこちにいて、厳重にこう、警備していました。でこういったところからこう入っていって、まあ、ビザの手続きをしたわけですね。で神の国、イエス様はこうおっしゃったでしょ、神の国はあなた方のただ中にありますとおっしゃったよね。それはどういうことなんでしょうか。それはイエス様の到来とともに神の国がこの地上に現れたということですね。しかし、悪魔が支配している世界であることには変わらないわけですけれども、神の国はあなた方のただ中に、でもこの世界は悪いものによって支配されている、そういう、原則があります。でこれをちょっと分かりやすく、考えてみたいと思うんですけれども、年号、ある年号を言いますので、これはピンときて分かる方、歴史に強い方は今いなくなっちゃったけれども言いますか、1989年11月10日で分かる人いますか。1989年11月10日で分かる人いますか。受験生もいないかな。そうですね、さすが歴史の先生のお母さん、はい、ベルリンの壁が崩壊した日が1989年、11月10日、それから その翌年の1990年にかけてですね、このベルリンの崩壊から続けざまに、東西の、まあ、冷戦が溶けていったわけですね。それは共産権に支配された国々がこう次々にこう解放されていったわけです。さて、このベルリンの壁なんですけれども、地図でちょっと小さい地図で分かりにくいかもしれないけど、ベルリンがね、まあ、こちらがドイツ連邦共和国、西ドイツですね。こちら赤いところがドイツ民主共和国、かつての、ソ連の支持を受けた東ドイツであるわけですが、ベルリンというのはここにあったんですね、飛び地のように。まあ、歴史の戦後の経緯の中でここだけが自由主義圏の領土として残ったわけですね。で、1961年まではある程度こう、行ったり来たりできたんですけれども、あまりにも東ドイツから、西ベルリンに流れていく人が多くなっちゃったので、慌てた東ドイツ政府はそこのグルリーというのはどれだけ広いかわからないけど、グルリーと西ベルリンを高い壁で、最初は有刺鉄線、次はもう高いコンクリートの壁で囲ってしまう、出入りができないようになってしまう。で封鎖したわけですけれども、西側諸国はそこを、東側に捉えたくはなかったので、西側諸国は空輸でですね、物資をたくさん運んだわけですね。中にいる人たちは飢えないように、でなんとか持ちこたえて、西ベルリンはそのまま先ほどの1919年まで残っていたわけです。で、あんまり神の国というのは政治的な国ではないんですけれども、でも分かりやすいように、共産権が当時はですね、社会主義国がこう、世界のかなりの部分を支配していた、それから自由主義権が、西側諸国を、支配していたわけですけれども、このベルリンの壁はその東西冷戦のすごく象徴的な存在でありました。でこれをご覧になって分かるように、西ベルリンというのは飛び地だったんですね。この中では自由に売り買いができる、自由に発言ができる、しかし壁を越えて向こう側に行ってしまえば、そこは思想統制があったりとか、それから自由な経済ものの理解ができない状態でしたね。神の国はあなた方のただ中にあるとイエス様おっしゃったときに、イエス様がいらっしゃったと同時に天国の一部分がですね、この地上に実現したわけですね。それは目に見えないものでした。で、あそこにある、ここにあるというようなものではないというのをイエス様おっしゃった。しかし確かにそこにあった。
それは信じる人々の心の中に確かに神の国があったんですね。人々は当時ローマによって侵略されていてですね、イスラエルはそれでそのローマの政治的な支配からイスラエルが独立してほしいというふうに願望を持っていたんですね。それをイエスさんは期待していた。しかしイエスさんはそうではないよ、神の国は信じる者の心の中に生まれるものなんですよというふうにおっしゃった。イエス様のがいらっしゃったと同時に、神の国はこの地上に、来たんです。これが、1989年11月の、ベルリンの壁の崩壊の一部分の写真ですけれども、あるきっかけ、一つのことがきっかけでこちらの壁が破れ、あちらの壁が破れ、28年間、西ベルリンと東ベルリンを、妨げていた壁が壊れていったんですね。そして人々が自由にこう行き来できるようになった。その時に本当の解放がやってきたわけでしょ。囲まれてはいたけれども、ベルリンは囲まれてはいたけれども、赤い海の海に浮かぶ島と言われていたそうですね。赤い海というのは共産圏の中に浮かぶ島と言われた。そこは自由があった。しかし解放がやってきた時にはその壁が全て取り払われて、そして、東西西で統一されたわけですね。神の国はイエス様と到来とともに来たけれども、同時にやがて来るべきものでもあるんですね。はい、神の国とは、まあ、ギリシャ語ではバシレイヤと言われていますけれども、実際にはですね、神の国というよりは神の支配とか統治というふうに訳した方が正確だというふうに言われています。領土と考えることもできるし、解放区と考えることもありますね。西ベルリンは東ドイツの中にあっても解放区でした。西ドイツの領土ではなかったけれども、アメリカ、イギリス、フランスが共同統治していたんですね。そこは自由が保障されていた。それとちょうど同じようにですね、神の国はこの地上にイエス様と到来とともに来て、それから弟子たちが福音を語るとともに、その神の国は広がっていって、そして飛び地としてですね、あちこちにあるわけですね、私たちの心の中に。国領土が成立するためには3つの要素が一つ必要です。一つは、統治者である、まあ、国王と言ってもいいですけれども、統治者である。この場合はイエス様でしょ。イエス様が王様ですね。それから国民、領民が必要になってきますね。そこに住んでる人がいなければ国として成立しません。国民、私たちが神の国の国民であります。聖書は私たちのことをいろんな表現で呼んでいましたけれども、その一つは神の所有とされた民というふうに私たち呼ばれていますね。私たちは神の国の民としてのアイデンティティを持ってこう生きてい、くべきですね。3番目に領土、それはイエス様はですね、あっちここにある、あそこにあるというようなものではないよ、しかし確かにあるという、それは目に見えない形で信じる者の心を支配して、イエス様が、ね、支配してくださるときに、その一人一人の心の中に神の国が生まれてきますし、教会として共同体をキリストの体を形成していくときに、その中にも神の国が、不完全であってもですよ、不完全であって問題があって痛みがあったとしても、確かに神の国はイエス様がいらっしゃるのであればそこにあるんですね。未完成ではあるけれども、神の国はある。やがてその完成版が来るんです。神の国を経験した一人の人物が使徒行伝の中に登場しますけれども、使徒の働き26章17節18節を開いていただけますか。書きましたか。はい、じゃあここもちょっとゆっくり読みましょう。1-3、私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、
彼らのところに遣わす。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。はい、これはもうそこに答え書いてありますけども、誰に語られたイエス様の言葉でしょう。サトル君、これは誰に語られた言葉ですか。この言葉はイエス様は誰に語ったの。弟子たち、はい、誰が語りましたか。誰が語ってる。聖書そこ見ると誰に語られてますか。どうしよう、はい、ミオさん誰でしょう。これはサウロですね。この時のサウロ、後のパウロですね。サウロに与えられた証明の言葉であります。でここに語られたイエス様の言葉ってすごく象徴的だと思うんだけれども、福音を語るということは、語るということはですね、そう信じるということは暗闇の支配から光に移される。他の新約聖書の何箇所かで同じ表現が使われてますね。サタンの支配から神に立ち返させる。さっき言ったように、この地上はまだサタンが支配しているけれども、神の国が拡大していったところは神の統治されるところになっていくわけです。次々となっていくわけですね。私を信じる信仰によって彼らに、罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。御国を相続するためであると書いてある。さっきはイエス様は神の国はあなた方のただ中に今ありますというふうに語ったよね。でもここでは御国を受け継がせる、相続するためだと将来のことを語ってますね。でこれをここで語られている神の国は将来の完成版として私たちが入っていく御国のことを語っています。ですので神の国とはイエス様の到来とともにこの地上に訪れ、それ以来拡大し、私たちもその国民としてそこに住んでいるわけですね。現在いるわけです。そして私たちの内面的な領域を神の国は支配した。神の国はすでに私たちのただ中にあります。イエス様は宣言された。でもやがて私たちはその完成版を相続するようになります。キリストの到来とともに神の国は出現して、現在キリストの体の中に神の国は表されているんですね。キリストの体がどんなに傷んでいて、どんなに問題があって未完成であるように見えても、私たち一人一人がね欠点を持っているように見えたとしても、でも確かにイエス様がそこにいらっしゃるのであれば、そこに神の国あるんですね。その神の国がベルリンの壁のようにですね、こう封鎖されているのかどうか、未来、完成された神の国はやがて私たちはこう相続する。そこに本当の 100% の解放と 100% の神様の約束の実現が、現れるわけです。はい、聖書の言葉を開きましょう。エペソの1章の14節。いいですか、はい、開けましたか、はい、1-3。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。イエス様はパウロという一人の人を選んでですね、異邦人伝道のために召して送り出しました。他にもね、たくさん素晴らしい働きをした人たちはいましたけれども、特に、パウロはですね、エルサレムから始まってユダヤ人だけでなくて異邦人に対して広範囲にこう影響を与えた人でした。彼がなぜあれほど影響力を持っていたのか、もちろん、パウロの賜物とか証明あったでしょう。しかしほとんど一夜にしてですね、立法主義者であったサウロから
何日か経ったらば道角に立ってですね、イエスはキリストならと宣言するような姿に変える。それはパウロがイエス様によって征服されたからでしょ。パウロの心がの中に神の御国が侵略していったからですね。パウロの心の中の王様がイエス様になったからですね。そういった変化がパウロの中にあった。異邦人の中における教会におけるリバイバルはパウロの心の中から始まったんですね。その原則は今現代に生きている私たちも全く同じであって、神の国が今飛び地としてあちこちに私たちの心の中にどういう状態か分かりませんけど、ともかくあるんですね。それを私たちはまず自分たちの心の中にいっぱいこう拡大していかなきゃいけない。そのためには、王であり主であるイエス様に私たちの心を征服していただくところ必要があるんですね。それが全ての出発点だと思います。そこから、神の力が私たちの身近な関係の中に、家庭の中に、地域の中に、学校の中に、友人関係の中に、ね、流れていくんだと思うんですね。出発点は私たちの心の中ですね。神の国は私たちの心の中にあります。こう言いましょう、ちょっとしつこいですけども、神の国はあなたの心の中にあります。そういうふうにちょっとご挨拶していただけますか。お口をして目を見てですね、真剣に、神の国はあなたの心の中にあります。イエス様はそこで王様なんですね。はい、メッセージはこれで終わりたいと思います。